バラ空港は、イギリススコットランド西北部のアウターヘブリディーズ諸島を構成する島の一つ、バラ島にある空港である。所在地からバラエオリガーリー空港とも呼ばれる。砂浜を滑走路としており、これは定期航空便の設けられている空港としては、世界唯一である。空港は、バラ島の北部、エオリガーリーの集落の南に位置し、 土地の言葉で大きな砂浜を意味するトレイ MHR の広い砂浜を滑走路として利用している。満潮時には滑走路は海面下に沈むため離着陸の時間は緩慢によって左右される。空港が営業中には吹き流しが掲げられることになっておりその間の浜への立ち入りは禁止されている。吹き流しが掲げられていない時の滑走路は潮光客や 観光客で賑わっている。照明施設はなく、夜間に緊急着陸が行われる際には、自動車の全消灯で滑走路を照らしている。空港の運営は、スコットランド本土と離島部の地方空港を多く、所有している、ハイランズアイランズエアポーツ社が行っている。空港には3本の滑走路が設定されており、木の杭によって終端が示されている。航空便の多くは、 デハビランドカナダ社製のプロペラ機 DHC-6 によって運行されている。ありがとうございます。